OM システムゼミ写真を楽しむ講座のご視聴ありがとうございます進行の高山です今回は写真家の畑達夫さんをお招きして写真家畑達夫の流儀 OM スタイル撮ってみたい車体シリーズ今回は紅葉へお届けしますそれでは早速ご紹介します写真家の畑達夫さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします とということで早速お話をお聞きしていきたいと思いますが、はい、今回はみんな大好き紅葉ということで、うん、そうですねすねごいやっぱ1年の中でも紅葉っていうのはあのかなり人気のある被写体じゃないかなというう思いますね、はい、結構取り方を、ね、悩まれる方も多いと思ううんでですすけどあそうですね、まあ、紅葉自体があの被写体に力があるのでそんな難しいことを考えなくてもいいと思うんですけど。 ただ、あのね、秋に写真の勉強すると、写真がね、めちゃめちゃ上手くなる。マジですか。はい、すごい、ちょっと興味ありますね、れそれは。絶対です。<laughs> ただ、あの、ただ、あの被写体自体に力があるから、あの、まあ、押すだけで、綺麗な写真になるんですけど。うん、それだけだと、ダメなんですね、ちょっと意識をしてほしいんですけどね。うん、あの、本当ね、それがあの、写真の腕前が上がっていく月、月、えー、季節。 ということが言えると思うので、あ<ー>まあちょっとそういったお話が今日できたらなというふうに思っております。いいすね、芸術の秋ですもんね。はい。はい。はい、じゃ早速お話の方に入っていきたいと思います。と、はい、いうことでお話をしていくんですが、まあさっきもちょっとお話し,しましたけど、この秋にね写真の勉強をすると写真の腕がこう上、うん、<laughs> がる。<laughs> 上がっていくるいやその腕じゃないんですけど。<laughs> あの秋はね、本当写真の腕が上がる季節なんですね。本当でもただね、漠然と撮っていても上がらないので、でねえー、ちょっとねそのあたり今日皆さんをお刺激していきたいなというふうに思います。うん、はい。で、えっ、ー、とまずこちら。すごい、ね。もう紅葉標高の高いところでは始まっています、うんえー。今見ていただいているところはですね、あのスゴロクだけの周辺になるんですが。 えー、大体標高だからもうねこれぐらいの標高のところっていうのは今年は紅葉はもうあの終わりに近いかなっていうような感じですね。あんですねただこれは今年のカットではなくて、えー、昨年あの撮影させてもらったものになりますけどね。うんうん、で、えー、っとね何をちょっと注目してほしいのかっていうと。 やっぱりね秋っていうのはあの太陽の位置が夏と比べて違う位置を通っていくんですよんていう,うのはこう高い位置を通っていくんですけど、うんうん、秋っていうのはこう低い位置をずっと通っていくんですね。うん、まあそれによってもたらされる効果、うん、あというものがあ存在します。でそれをねこれは何かっていうと、ね、光線光ライティング。秋はですね この光ということを感じやすい季節になるんですね。そうですね。うん、センチメンタルな光よね。うん、まあ夏夏の方がね、なんていうの、日差しの強さ、あのさんさんと降り注ぐあの光っていうのは夏の方が強いんですがあ、実はね、秋っていうのはあの太陽が低い位置を通っていくことによって斜光あの斜めからの光がすごく多い季節なんですね。いや夏だって太陽が落ちていくんだから。 朝日とか夕日の時間帯っていうのは斜めの光があるじゃんって思うと思うんですけど、まあ、それは当然なんですね、はい、え夏っていうのは夏でも朝とか夕方はですね斜めの光なのでそれは本当にゴールデンタイムというか写真を撮っていく上ですごく重要な時間になるんですが秋っていうのはあの太陽が低い位置をずっと通っていくのであの斜めの光がえっ、ー、とね あの夏に比べて多いんですね。長いんですね。あのそう太陽が低い位置を通っていくことによって、えー、斜めの光になる、斜めの光線状態になっていくという状況がすごく長い季節になるんですね。なので光をあのすごく意識しやすい季節ですね。で,ねで夏の場合はもう日差しの強さということがあの際立ってしまって、えー、それであ,あんまり強い光っていうのはまた写真にとっては良くなかったりとか。 ああするんですよね、うん、で秋になることによって斜めの光またああじゃあ秋もそうなら春もそうなんじゃないということになると思うんですが確かに、えー、太陽の 高さという意味では春もそうなんですが、すごくいい季節になるんですけど、春はね、あの春霞という言葉があって、かすよ、ね、霞んでしまうんですね。霞むことが多いんですね。うん、で、秋も霞むことが多いです。あ,ありますが、あやっぱりあの春に比べて秋の方がスカッとする、秋晴れ、えー、なんかそういう爽快感を感じさせる言葉がたくさんあると思うんですけどお、それがね、この遠くまで見渡せるというようなことですね。確かに山の稜線の綺麗に見えてますね。ですね。 でここにすごろく山荘がすごろく小屋があるんですけどここに焼岳上高地の有名な山ですよね、はい、で奥に乗鞍乗鞍高原の乗鞍岳ですねというふうに遠くまであここに傘岳もありますね,、うん、こうねスカーッと遠くまで見渡せるという空気が澄んでる感じですねあと斜めの光になることによって陰影が出てくるのでこの山の立体感っていうものがすごく引き出されていくんですね。 うん、それがね秋の特徴とということになりますで、えー、斜めの光をすごく意識しやすい、えー、ということなのでそれを、ねえー、見極めるということもしやすくなると思うので、えー、秋は、ね、光光線ね、えー、ということをちょっと意識してファインダーを覗いてほしいなというふうに思うんですね。 で、えー、葉っぱだとねわかりにくいのでわ、えー、かりやすいものとして、えー、これまあ秋の代名詞、えー、チングルマーですね。秋はねあのー、穂が出るあのワ毛がつく植物というのはすごく多いんですよね。で、えー、これを見るとねもうね一目一目了然です。あのー、順光で光が当たるあのー、逆光で光が当たるそれでねもう あの被写体の輝きということが変わって見えるのでこれ知識がなくてもこの光の当たり方はすごく分かる素材なんですね。うん、で,、えー、でこういうふうに斜めに光が当たることによってチングルマがこう輝く感じですね。であのねなんていうのかな山歩き最近よくしているんですが山を歩いてて行きと帰りとね同じところを通っても見え方が違うんですね。 うんそれねなんでかっていうとやっぱり太陽の位置が変わることによって光線の当たり方が変わるんですねそれがねもう被写体の見え方っていうのが全然変わって、えー、見えてきて一回撮れる写真、ね、そうですねそうなですね行きと帰りでねあの見えるものが違うんですね、うん、だからねあのあなんだろうな行きと帰りでよくねあると思うんですけど行きにまあ帰りに撮ればいいやあよくありますよねもう今ちょっと変, <laughs> 今と変だからってそうですねでそれだとね 初心取り逃したのでもうね鉄則としていいなと思ったらその場でシャッター切ってくださいあので光の当たり方が変わってしまって、えー、取り逃してしまうということがあるのでやっぱねいいなと思うものがあったら。 あのもうその場で撮るでるそうするとこう時間あ,あの目的地までたどり着けないというようなことにうんなってしまうんですけどその時ね僕はどう考えるかっていうとまあ目的地にたどり着かなくてもいいや。でその場で出会ったものを確実にあのカメラの中に収めていくということをあのやります。だから目的地 は設定しますけど目的地にたどり着くことが目的ではないっていうか<ー>そういう行動の中で出会ったものを捉えること<ー>撮影することであの秋はね、えー、斜めの光の時間帯が長いという話をしましたが。 あの実はね夏に比べて日照時間短くなるので昼間の行動時間っていうのはすごく短くなるんですね。うん、山ではそれはねあもう如実に山だとそういうことがあるので、うん、焦る必要はないんですけど確実にそこを取って、えー、次の行動に移っていくということですね。であ,のあんまりのんびりできないっていうのも秋。 だったりするのでまあそこはちょっと歯がゆい感じかなというふうに思いますねでえー、っとまぁ、あ、行きと帰りで光の当たり方が違うという話をしましたがまぁ、あ、帰り際ですね、はい、こういうふうにあの夕日が当たったりとかあするとさっきまで白かったものがあの赤く染まって映るというようなことが出てくるんですねえねその光の当たり方が変わることによって で被写体の見え方が変わり、またそれがフォトジェニックなものになり、うん、ということが、あの一日の中ですごく激しくあの変わっていくということなんですね。それ、うん、それを捉えていく、えー、被写体として見ていく、そういうことを意識することによって、うん、写真の腕前っていうのはもうはるかにあの上がっていくではないかなと思いますね。 で夏の場合は、ね、やっぱあの日照時間も長いので夕方まで写真を撮るってかなりあのストレスというか体に負担がかかることになるので、うんえー、でも秋は、ね、そういったあの日照時間も短く日の当たり方の変化もすごく激しくなってくるので、えー、短時間の中にその変化をつかみ取るということができる季節じゃないかなという,ふうに思いますね。ね、うん これ見てて、もらってです、ねえー、と山からこう光が差し込んでくるんですが、えー、でうえこういったあの斜めの光です、ねえー、雲間から見えてくる光こういったものがあの大きな景色の中でも見えてくるということになるんですね。本当に、ね、光を感じるっていうんですか、ね、光の変化を感じるそれを勉強するにはすごくいい季節ということになるんですね。 うこういう陰影のつく感じですね。いすねえー、というのをあの見極めながら写真を撮れるということになるので、えー、秋にね、えーまあ、紅葉を撮りに行くという,いう時に紅葉というキーワードは、まあ、もちろん大事なんですがちょっとね光を見るという意味合いでお出かけしてもらえると お今までの感じの写真と違う、またうんその何ていうのかな違う意識で写真を見ていけるというようなことになっていくかなというふうに思いますね。で、まあこういうねーー、えー、逆光で照らされるあのものっていうのはすごくあの輝いて、えー、出てくると思うんですけど、おこういったものをね秋っていうのはすごく探しやすいんですね。 えそれを探すということですね。で僕ね写真まあこれ紅葉に限ったことではないんですがあの被写体を探すという行為あのなんていうかな宝物を探すとか、うん、やっぱね僕はよくあの写真撮りに行くときにあのインディ・ージョーンズのあの曲をちょっとなんていうかな鼻歌交じりでいい、ね、は探しみた、はいな。 <laughs> であの写真撮りに行ったりとかするんですけど <laughs> そういうねなんかね見つけ出すっていうか探し出すっていうことも秋はすごくやりやすい季節かなというふうに思いますね。あ<ー>これはまあ紅葉ですけど地面を見たらキノコがあったりだとか木の実が落ちてたりだとかというものを探し出すということというのも一つの楽しみ方になってくるかなというふうに思うんですね。ここういうういい光ということを 意識しやすいといとうのが秋で秋の被写体っていうのは紅葉ということになるので本当にねその光ということをちょっと意識しながらカメラを覗くということですね是非やってほしいなと思うんですね。で実はね光を見極めるということができるようになってくると見えなかったものもしくは映らなかったものを写すことができるようになるいやなるはず。 いやなると思えー、まあそれはねその一つの例としてですねちょっとこの写真を見てもらいたいなと思うんですがこれねあの僕はね基本的に晴れ男です、えー、最近雨にたたられてるんですが。<laughs> あの 雨が降ってててもこう晴れんか気候の変化が秋っていうのは結構激しかったりするんですよね。ほんとそうですねで雨が降ってきてるけど雨が降ってるけど日が差すっていうようなこともあったりとかしてでこれはねやっぱね光をうまく見極めることによって雨のしずくがあのファインダーの中に見えてくるというか映ってくるということなんですよね,<ー>ね,、まあ、ね。逆逆光光でですね雨粒これのの時っていうのは、うん 雨粒が映らないので自分の立つ位置っていうこともちょっと考えるっていうか気にするっていうかあそういうふうに、えー、被写体を見ていけると、まあ、それは光を考えるということになるんですけど、まあ、光っていうふうになるとなんかストロボとか太陽が昇ってくる時間が何とかっていう話になりがちなんですけど自分が立つ位置をちょっと考えるっていうかあーそれによって逆光巡行ということを 作り分けることができるようになったりするので、そのね、えー、本当に光っていうことを意識して、立つ位置。あのまた写真を撮る被写体ということを見ていってほしいなという風うに思うんですね。で、こちらですね。この左の七かまど赤いのが七かもですね。で、右上に見えるのが水晶だけという山なんですが、非常にね。僕気に入ってるカットなんですが、実はね。これ失敗してるんです。そうですか。<laughs> でなんで失敗なのかあもちろん成功してるシャカットも撮ってるんですが、あのー、最近ねレンズの性能がめちゃめちゃ良くなってるのでコーティングがすごく良くなってるんですね。で秋っていうのは太陽が低い位置取るので低い位置通っていくので、えー、実はねゴーストだとかフレアです、ね、が、えー、出やすい季節になるんですら 映らないって言い切れないんですけどやっぱ昔のレンズに比べてはるかにに目立ちにくいんですね,ですねで昔のレンズフィルム自体とかのレンズだとゴーストが入るとすぐ分かったので、うん、あそれに対処しなきゃいけないってことで、うん、こう腫れ切れとかをするんですけど、うん、それがねあのもうほんと注意して見てないとゴーストが出てるかどうかっていうのは分かんなくてそれがねコーティングが良くなったからこそ。 やっちゃう失敗になっちゃうんですね。なのでそれをね、あの本当にこのカットいいカットだなと思って一枚撮ってであれで僕あのもちろんファインダーだとかモニターを見るんですけど、あの周りもねすごく見ます。撮る前撮った後もうですね周り見て太陽あ,あそこでこういう光だから影がこう出て立体的に見えてで配置がこうでっていうことをまあ撮る前に考えまた撮った後もちょっと 余裕がある時はであれこの太陽の角度だとゴースト出てもいいはずだなと思って改めて確認したら、うん、あゴースト出てんじゃんやっぱそれなんですねこれなんですね、うんまあ、UFO が映ってるみたいな、うん、あの感じで見えてるんですけどこれ、うん、がねあのあ,あこれなんでファインダー見た時に分かんなかったのかなってやっぱねレンズのコーティングがすごく良くなってるからあの目立ちにくいんですね。だからあのね疑ってみること っていうのがすごく重要な季節。でもあるかなっていうのが秋なんですよね。社交ってのはそういう点も注意しなきゃいけないですね。うん、そうですね。で、当然、あ、あの、ゴースト出てるな。で。あの、晴れ切れって言うんですけど。うん、光をカットして、ゴーストが映らないカット。を、あの、撮影し直すというようなこと。を、あのし、し直すんですけどね。だからね、なんだろうな、自分、秋はね、自分が失敗しちゃっている。 意図してゴーストを出すこともあるんですけどそうですよね、うん、あのそうじゃないことが起きやすい季節でもあるのでこれはあのオールシーズンそうですけどレンズが良くなっちゃったからこそなんかあの見逃してしまうミスというのがこの中に映ってるんですよね。なるほどで,す、ねうん、でえー、っとあとね秋はね青空と紅葉がめちゃめちゃ相性いいんですけど<ー>それがね これゴーストが出るということは実は逆光に近い射光なんですね。で逆光に近い状態だと青空は写んないあの露出音さんが出て写んないんですけど秋のこの角度っていうのは太陽の角度っていうのは絶妙で爽快感の青空と地表物を映し出すっていうべ絶妙な太陽の角度が得られる季節でもあるのでそれを、ね、探していけると。 お写真の楽しさっていうのはあ,<ー>あの膨らんでいくかなと思いますね。だからこういうクリアで美しい、ね、うん。ねハーフ N.D がうんぬんとかそういうことがなくて、うんえー、青空と地表物を写していくってことがあのやりやすい季節かなと思います。でえー、っとですねもう一つね秋っていうのは変化が激しい季節というふうになります。 でえー、と変化っていうのはね朝とおもうねほんと凍えるぐらいの寒さの時があったりするんですがあこういう霜が降りることによって、えー、被写体がすごくフォトジェニックになっていくという世界があるんですね。それをねだからこれ朝早く起きないとできませんけど朝早く起きてもらってこういったものを探していくことというのを是非やってほしいなというふうに思いますね。 で気をつけなきゃいけないのはやっぱり朝、すごい寒いんですよね。で、えー、寒いとやる気なくなっちゃうので,で防,寒ぎあ防寒対策をするっていうことをぜひやってほしいんですけどただね防寒、冬みたいに防寒対策しちゃうと今度昼間ね,ね <laughs> 暑いんですよね。それがねちょっと悩ましい季節でもあるかなというふうに思うんですねででこちらはですね。 えー、今僕が撮ってる山域の山ですけど和柴岳という山ですね。ううで,すねで、あの百名山のうちの一つですけどね。で、えー、実はこれ、火山なんですけど、まあ、昔の火山ですね、こういうふうにカルデラになっていてですね、昔ここから噴火したというような場所ですね。で、えー、実はね、先,先週間、ここに行ったんですね。 あのこれは去年の作品ですけど何、ね、でかっていうとこここのね鷲羽湖に和,和芝池にあのこうやって山が映ってるんですが多分星も映るだろうなるほどと思ってですねで、えー、星を取るためには夜行かなきゃいけないなっ、えー、そう思ってですねで星はです、ね、月齢あの月の年齢とすごくあの密接な関係があるので。 えまあその話はまた次回したいなと思いますが、あのだから夜行かなきゃいけないっていうことで、えー、まあ月齢とあの自分の動けるタイミングが、ね、まあ先週だったっていうことでここに行ったんですけど、はい。実はで、あの霧の中で霧霧もね夜登ってったんですよ。あの三俣小屋っていうところのテント場にテントを張って、そこまでに一日で 1> 1日10時間ぐらい歩くんですけど<ー>そのテント場からここの和紙箱まで2時間ぐらいかかるんですね<ー>それで、ね、夜太陽が落ちてからえちらうちら登っていってほんとで、ね、もう5メー,ターも先も見えない、まあ、夜だからもともと見えないんですけど霧の中行ってで予報天気予報とか見てると夜中は晴れるみたいな。行ってまあ結局霧が全然晴れず<ー>。<laughs> で本当にここに行ってあのこの下の平らなところまで降りてって、えー、何もせずに帰ってきたん当寒かったんですけどあのね、うん、でなんていうかな写真を撮りに行く時に、えーね、寒いとかなたくさん歩かなきゃいけないとかすごい苦労しなきゃいけない苦労しちゃうこと、うん、っていうのがたくさんあるんですね。うん もう、えー、10時間歩いてまたテント場からまた2時間歩いてだからここまで行くのに12時間をかけて <laughs> 行ってで何にも取れずに帰ってくるっていうことの。 積み重ねねをずっっとやっているんです,、ね、そうですよ、ね、もうそれがお仕事とも言えるあのそう皆さんにとっては遊び歩いてるっていうふうに見えると思うんですけど,、えー、どす僕,僕にとっては仕事そ<う>いい仕事ですね。いいいやいやいや大い <laughs> 変な仕事ですよ本何にも取れずに帰ってくるんですけどあ目的のものに対しては全然取れなかったんですけどあのやっぱねその時に大事だなって思うのが切り替えること。 ですね、気持ちを切り替えられることっていうのがすごく大事で、えーね、そういう霧があいあの舞い上がってるとかっていう時に、えー、きっとこの霧の,霧霧の切れ間あから向こうの何かが見えるんじゃないかだから諦めて何にもしないと。 いうことじゃなくて、えー、何かチャンスがあるんじゃないか、うん、というようなことを,こをあのとえず考えてほしいなというふうに思うんですね。うん、本当にそういう絵が撮れてる美しいですね。うん、そうだからあのさっきのワシバの話はまあ夜の話なので、もうその時は写真が撮れないっていうのが分かったのでもう捨てねじゃないですけど、<laughs> もうちょっと、ね、<laughs> テントに帰って、ね、もう気持ちを切り替えて次の自分の体力を温存するために。うん あのテントに帰って寝るんですけどあの次にこれがダメだったら次に自分は何をしたらいいのかあ、えー、ダメな時に、えー、次の行動をどういうふうにしたらいいかっていうのをすごく切り替えてほしいなっていうふうに思うんですね。で、えー、それの結果あの出会えたものっていうのがこの、えー、これね多分ライチョウの羽だと思うんですね。うん であのー、今、夏毛から冬毛にあの茶色いこういう毛からあの白い毛に変わろうとしている季節なんですけどであの通年あ、まあ、ずっと山登りしているとあの夏は、えーとね、ライチョウたちが小さいんですね、ひななんですけど秋見るとその小さかったひなたちが親みたいにもっこりしてそうい、ん、う成長が見えたりとかするんですね。 で、えーまあ、ちょうど夏毛から冬に変わる時期なので、まあ、あの散らばってるわけじゃないんですけどこう毛がよく見えたりとかすするんですねあの。ロングの風景っていうのはなかなか写真撮れないんですけどこ、ね、本当に宝探しするみたいなイメージでいろんなこう地面を見て歩いていくとこういう落とし物があってで今回は霧雨雨あの本当 えー、湿気が多いタイミングだったのでこういうね何ていうの、雫かが乗ったあ羽屋なんかが自分で意識してみないと見つけられないんですけど、えー、気持ちを入れ替えてあロングの風景撮れないからあさっきみたいなロングの風景撮れないからあちょっと小さなものを狙っていくため<ー>探そうという目線でえちらおちら歩いてい、えー、くっていうことなんですね。 やっぱり気持ちをどんどん切り替えながら写真を撮ることがすごく大事じゃないかなというふうに思うん、ね、ですね。うん、なので、えー、っとこういうねあの秋っていうのは変化がめちゃめちゃ激しいのでいい時もあればやっぱ悪い時もあるんですね。で僕は割と悪いい時が多い そうですねでもその悪い時の中でも自分でどういうふうに行動したらベストなものが取れるのかっていうことですね、うん、でほん気候の変化が激しいところなので心が折れちゃうんですよね秋っていうのはうどうううしてもも、ね、もそそでですすねたちなんん冬になるとあの雪が降るとちょっとワンちゃんじゃないけど、うん、嬉しくなっちゃうみたいな。うん <laughs> あでも秋はねそのちょっとやっぱり条件が悪くなってくると寒いし、えー、取るものないしみたいな取るものあるんですね取るものあるんだけど、うん、取るものを探し出せないっていうか、ね、うんなってしまうのでそこをねあのしっかり、えー、次に何をしたらいいのか条件が悪くなった時に自,自分は何をどうしたらいいのかっていうことをちょっと考えてもらえると。 写真の撮り方っていうかあの自分の行動っていうのはすごく変わってきてでテンションも上がってくるので<ー>、えー、きっとねいい思い出雨に降られちゃったけどいい思い出になるっていうことですね、うん。なのでそれがね紅葉のシーズンかなというふうに思うので是非ね、えー、そういったことを意識してもらって、えー、お出かけしていただきたいなというふうに思いますね。はい、ありががととうございますやっと今に、ね、時間の方が 終了の時間になってまいりましたけれども、いやなんかね先生の話を聞いてるとね、こう一緒にこう山に行ってるような旅をしているようなね、<あ>そういった気持ちなんて非常に臨場感のあるお話でした。なんかね撮影で行きたくなっちゃいました。ぜひぜひお願いください。はい、ぜひね、えー、画面の前の皆さんも秋の撮影光をね見るというところ、えー、ぜひ畑先生のお話を思いしてみてください。えー、ということでここまでご覧いただいた皆様ありがとうございました。そして畑先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。はいまたあ次回は、えー、あ。 そうですね。えー、さっききらっと話しましたけど、お星様の話を。あ、えー、ここしていきたいな。とみんな大好き。あ、まあ、山に登ってね、お星様とかを、うん。そうですね。ぜ<ひ>はい。その星の魅力について、ちょっとお話をしていきたいなと思います。はい、ぜひ皆様、次回も楽しみにされていてください。ということで、ご覧いただいて皆様、ありがとうございました。またお会いしましょう。